こんにちは、まーです。消滅都市やっていきたいと思います。はい、ということでね、だいぶご無沙汰しておりました。ログインすらしてない日々が続いておりました。すいませんでした。はい、ということで、まあ、だいぶね、消滅都市のモチベが下がってることはね、何度か動画でも話したりしたこともあって、ただイベントでね、またモチベが上がってみたり、また下がってみたりと、繰り返して、まあ、ついにはね、もう、なんか、このままじゃあれだなと思って、消すか悩んだんですよ、正直。アンインストールしようか悩んだんですけど、ただ、とりあえずログインせずに、あえて、こう触れずに、離れておりました。そしたらまた違うかなと思いまして。で、そんなタイミングでですね、大型アップデートが来まして、消滅都市に名前が戻りましたね。はい。私の記憶が正しければ、消滅都市、消滅都市2、消滅都市0、消滅都市と形を変えてきまして、ついにはですね、このタイトル見ての通り、こう、消滅都市という字にね、奥行きが生まれるという、偉業をね、成し遂げたようですが。はい。ということで、ま、消滅都市もね、最終章に向かっているという、もう終わりに向かっているというところでですね、私もですね、やはりこう、プレイしてきた身としてですね、終わりは見届けた方がいいんじゃないかなと思いました。まあ、お前誰だよって感じなんだけど、まあ、自分としても迎えたいなと。ただまあそれの後の展開、消滅者どういう展開をしていくんだろうっていうところもね、ちょっと気になるところではあるんですけども、まあ、正直ね、これが本当にただただもういろんな世界線の何でしょうで、こうどうにかどうにか物語が続いていくようなスタイルだったら正直私はきついかなと思っていて、うん、やっぱこう、もういいよってなっちゃう気がしてね。うん。やっぱ最初がね、一番面白いじゃないですか。何でもそうだけどね。最初のこう展開が一番面白かった気がするので、こうだんだんね、世界線をまたいでいって、うん、っていう、もうわからんぞみたいな。これはなんだ、無限ループかみたいな感じもあったので、まあ、今後のね、展開にもよるんですけども、今回ね、そんなこんなで、アップデートしたのを知って、久々にログインしたところですね、個人的にめちゃくちゃびっくりしたんですけど、これ、選べる無料限定確定って何事ですか？そんなことあったっけ、今まで。なかったよね。気のせい、なかったと思うんだけど、私も、ね、リリース当初からやってる人間ではないんですけど、しかも限定だからね。いや、これはやばいぞと思って、動画回してます。で、これもだし、今このステップアップ、私ね、ずっとステップアップ弾きたくて、待ってたんですよ。で、見ての通りね、福沢がね、193枚あります。すごい溜め込んでました。ステップアップいつの日か来たらね、弾いてやろうと思って。ただ、なかなか来なくて、で、このステップアップガチャ第1弾ということでですね、3回目で、アーティファクト生成スキル持ち限定魂が1体確定ということで、まあ、この期間がこんな感じ。ただ、どっちも引くってなったら、この135枚いるから、1回にね、だからね、今から270枚計算合ってるを集めてっていうのはちょっと厳しいかなと思っててっていうのと、まあ、後々ね、もしなんかまたコラボが来たりなんか欲しいガチャとか来た時のためにも、まあ、どっちか引くで終わらせたいかなと思ってて、で、まあ、どっちか選びたいなって思ってます。で、私は最近全然手つけてなかったっていうのとログインしてなかったっていうところで、もうね、皆さんにはもう見放されてしまったかもしれないんですけど、もうこいつ消滅都市の実況やんねえだろうし、もうチャンネル登録外すわみたいな、もうみんなやめるわって方もね、絶対いらっしゃると思うんですよ。全然それはしょうがないことなので悲しいけどね、
私のねモチベが保てなかったっていうところなので、なのでちょっとねわがままではあるんですけど、ぜひねこの選べる無料限定確定のチケット、もうぜひねおすすめ教えていただきたいなと思いまして、ちなみにこのルナは持ってます。カタリナいません、シズマいません、確かキリカいません、トモコいません、キズナいます、この人はいないはずだ、ハズキもいない、アヤメもいない、カノもいない、結構いないって感じなんですよね。でこのねステップアップで言わせてもらうと、多分ねほとんどいないと思うんだよね。ルーナ、千尋はいるか、あれアリスも弾けたんだったかな、うーん、アイディ、ルイかな。ちらっとパーティーを見るとですね、そうだね、多分強いリーダーは使ってると思うから、ああアリスいたわ、あルナ、ルナじゃないわ、アイリーいないか、あこんなもんだ、結構いないわ。そしたらはい、ということでね、あのぜひ皆さん選ぶならこれだよとか、ステップアップガチャはこっち引いた方がいいよとか、第1弾第2弾、まあ結局はね欲しいキャラだと思うんですけど、最近のランキングとかも全然やってないので現状どんな感じなのかなっていうのも知りたく、皆さんに聞きたいと思います。はい、ということでね、もしまだお前のこと見捨ててねえぞって方がいたら、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。はい、ということで、よければチャンネル登録とツイッターのフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。